曲名はありがとうさようならという曲です。片山幸重さんからのお言葉をここで読ませていただきたいと思います。貧しくても思い通りにならなくても、時に争うことがあっても、家族や仲間や大切な場所があること、おはよう、おやすみ、いただきます、ごちそうさま、行ってきます、お帰り、そんな言葉を交わせる毎日を過ごせることが何より素敵で幸せなことではないかと。片山幸重さんは東日本大震災が起こった後に現地に行かれて、その時の思いをこの曲に託されました。私たちのオリジナルソングとしてこの曲を広めていけたらなと思っておりますので、今日も皆さんにぜひ聴いていただけたらと思います。ではどうぞ大切な方思いながらお聴きください。ありがとうさようなら。
ありがとうございます。ファイナルソングありがとうさよならをお届けいたしました。実はまた宣伝なんです。
アンコールが今のでした。ありがとうございます。では最後にご挨拶をしていただけるんですよね。鹿児島のロータリークラブ山崎和弘親睦委員長と、はい、鹿児島のロータリークラブ会長近藤貴則、はい、よろしくお願いいたします。あ、皆様本日はロータリークラブとロータアクトクラブの、チャリティーコンサート、河内長野市台風被害支援ですね、クリスマスチャリティーコンサート、雨にも負けず風にも負けずを開催しましたところ、多数お集まりいただきましてありがとうございました。